ユッケは、生肉を用いた、韓国の肉料理。言語読みでは、肉は、ユク、ナマスは、フェの発音で、電音化して、ユッケと聞こえる。ナマスは、獣や魚の生肉を細かく刻んだものの意味である。名前が示す通り、生肉を使った韓国式のタルタルステーキ風料理である。生の牛肉を細切りにし、ごまやネギ、松の実などの薬味と、醤油や、 ごま油、砂糖、コチュジャン、梨の果汁などの調味料であえ、中央に卵黄を乗せて供することが多い。梨や、りんごの千切りを添えることも多く見られる。食前にはよくかき混ぜるのが良いとされる。ユッケをビビンバに乗せたものは、ユッケビビンバと称される。珍珠芯の郷土料理は特によく知られており、ご飯やナムルの上に乗った赤い牛肉を花に見立てて、ファバンとも呼ばれている。 1800年代末期のゼギ全書に掲載されている調理法では薄く切って血抜きした牛肉を細切りにし、ネギ、ニンニク、唐辛子、蜂蜜、油、松の実、ごま、塩などで和えるとしている。また食べる際にはコチュジャンと食図を合わせたチョコチュジャンを加えるのも良いとされている。日本でもかつては焼肉店の定番メニューとなっていた。 料理店では様々にアレンジされ、牛の舌、牛の内臓、鶏肉、馬肉で作られる場合もあった。また現在でも、マグロ、カツオなどの魚肉で作られる場合がある。ユッケは生肉を食するものであるため、腸管出血性大腸菌やサルモネラなどの病原体に感染する可能性がある。内部組織へ菌が侵入しないよう、大きな塊肉を使用し周りを削り落とす。 トリミングによれば、筋低減の効果がある。また、業界団体である、全国焼肉協会は、生食用食肉の取り扱いについて5月6日では、安全性の確保については、お店の対応次第で、ゼロリスクに近づけるとしている。2011年4月19日より26日の間に、焼肉チェーン店の複数の店舗において、和牛ユッケを食べた男児ら複数名が長官生。 出血性大腸菌によって相次いで死亡及び重症化する事件が発生した。食材となった和牛ユッケの一部に菌が付着していたことが原因であると想定されるが、この店舗ではトリミングされておらず、肉自体も和牛ではなく交雑種であった。患者が発生した各県は株式会社フーズフォーラスに対し焼肉仕エビなお、 焼肉鹿エビスは4月27日より、生殖用食養殖肉の販売自粛4月29日から全店舗の営業停止を発表し、同年7月8日に廃業している。2011年の4から5月期には、焼肉チェーン店において165名の患者発生があり、重症者34名、死者4名である。この事例では、 溶血性尿毒症症候群を併発した患者が31名と効率であり、従来の O157 感染による不数が数パーセントであることからして重症化した患者が多数認められている。牛肉などの生殖による食中毒事件が頻発したことから、厚生省は1998年に生殖用食肉等の安全確保についての通知を出した。 本基準には生食用食肉の成分規格目標、生食用食肉の加工等の基準目標、生食用食肉の保存等基準目標が詳細に示されているが、あくまでも目標であり、法的な規制ではなかった。さらには2006年に焼肉店を原因施設とする事例が続発し、その原因食品として、焼肉、ユッケ、レバー等の刺身肉であることから、 飲食店における腸管出血性大腸菌食中毒防止対策について通知が出された。土地区上、食肉処理施設、食肉販売店、飲食店の各施設における生食用肉の衛生管理に基づいた保健所からの指導要請がなされた。休校生省は生食用食肉の衛生基準により生食用食肉の規格や衛生管理について定め、 これに沿った食肉に限り、生食用と表示することとしていた。この基準については、膨大な金額がかかり、検査に合格する頃には、生肉ではなくなるので、従って、これに基づく、生食用食肉の出荷実績があるのは、馬肉トレバーのみで、牛肉の出荷実績のある施設はなかった。東京都福祉保健局2009年。この基準が原因で、 多くの加熱養殖肉が飲食店の自主判断により制のまま提供されることになっていた。ありがとうございます。